はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、オートフラックスさん来てるんですけども、ここ最近ね、オートフラックスさんラブホ、今パーツ一生懸命準備しておりますけども、今回はですね、ちょっと別なお話をしたいと思います。ということで、お杉さんよろしくお願いします。はい、オートフラックスの杉村です。どうもです。こんにちは。はい、ラブホにもこだわってます。はい、まあラブホはね、ちょっと前からもう1年半ぐらいになるのかな、はい、買って、はい、全然まだパーツの、開発は進んでません。はい、でも、もう先に言っときましょう。でも頑張って作ってますよね。うん、実はね、来月、まあ、再来月になるかな、はい、ラックが出来上がります。おお、はい、デリカオーナーさんだけじゃなくて、はい、ああいうルールラック欲しいと、欲しいよと言われましたので、はい、今本当に頑張って作ってます。金型ももう終わりましたから、お、形になって出てくるんじゃないかなと。まあそれはね、また出来上がったらご紹介したいと思いますけども、はいはい、で置いといて、はい、今回は何、タイヤとホイール。ほうほうほう、うん、やっぱりラブホーのオーナーさんね、うん、タイヤとホイール入れてらっしゃる方結構多いんですけど、はい、正直言ってあんまりかっこよくない。お、だからかっこいいね、ラブホー、ラブホーのかっこいいホイール、タイヤホイールの見せ方っていうのをちょっと提案したいかなと。はい、以前ですね、KMC の KM721 っていうのを入れてたんですよね。ほうほう。それもラブホーサイズで 7J のね、プラ15、 7J のプラ15、うん、っていうのがラブホー用で、うん、アメリカの方であるんですよ。あ、そうかそうか、アメリカ走ってますもんね。うん、そう、通常はですね、KMC の721って、はい、D5 用とかだったら 7J の35なんですよ。ところが20オフセットずらして、うん、プラ15っていうのがあるんですよ。でそれを入れようと しますと、はい、まあ入るんですけど、うんうん、ちょっと出気味になるのかな。そうですよね、うん、ちょっと、まあ、かなり出気味になるんですね。はい、でそこは、ちょっと車高を上げたいとか、いろいろオフセットの、オフセットじゃなかったキャンバーの調整とかを入れるとうまく入るんですが、はい、あまり一般的ではないので、はい、うんうん、おまけに721は16インチだったんですね。はい、でやっぱり足元は大きく見せたいという人が多いですから、はい、今回545、はい、D5 でも、結構流行ってます。はいはい、545の17インチの、8J プラス35、はい、っていうのをセットしてきました。ほうほうほう、はい、うん、でまぁ、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、これ、レディーリフトで2インチ上がってます。そうですね、リフトアップしてますよね、これね。すでに2インチ上がってます、うん、これに合わせたのがさっき言った545ですね。545の、はい、17の 8J のプラス35、はい、それに、今回タイヤ思い切って、2556517、2556517を入れました。で2556517、D5 は1インチ上げてもう2556517がいっぱいいっぱいなんですけど、はい、これ2556517にすることで、うん、すごく足回りのどっしり感してますが出ます、ね、はい、ちょっと横から見てみましょうか。そうそうそう、これだってなんか一回り大きくなった感覚に見えません、うん、車のね、ラブホーの特徴であるこういうフェンダー、はい、こういうモールが黒っていうのも合うんですけど、うん、まあ、ホイールの黒も生きてきて、はい、で17インチなんですが、うん、ピアスボルトがこうゴールドで打ってあって結構特徴的なんですよね。おーおー、だからちょっとこうインパクトで、ちょっとね、ホイールはね18インチぐらいあるんじゃないっていうふうに見えちゃいます。おまけにちょっと255ぐらいで頑張ってみましたんで、はい、非常にタイヤホイールがでかいという印象を受けるようになったと思います。でこれぐらいしないとですね、正直な話ラブボーの場合バランスが悪いんですよ、うん、で2357016とかを入れてらっしゃる方、はい、結構多いんですよね、うんうん、でおまけに、D5 と同じような 7J の35とかそう入れてるんですけど、もうタイヤがこんなになっちゃって、そうそう、なんかバランスが悪いっていうか、なんかちょっとへこんでちょっとチンチクリみたいな、そう、安定感がない。でまあ、やりたいことは本当に分かるんですけど、はい、それお金出した割に僕の車あんまりかっこよくないんだよねってやっぱ思ってらっしゃることかなり多いので、はいはい、でまあ、これが2インチ上がってるからじゃないって言われるのも、まあ、それはもう本当のことなんですけど、はい、これぐらいのバランス感で作っていただくと非常にいい感じになると思います、うん、はい、でラブはここでかいでしょ。そう、ここはでかいんですよね。そうそうそう、ここでかいのを、うん、引っ込めるわけいかないので、うん、まあ、こんなもん極太を改造してつけてますけど、はい、こういうふうにするともう前がすっごい長いででかい車に見えるんですね、うんうんうん、でこれを解消するにはここを大きくするしかないんです、うん、
ただ全体的なバランスを見た時に、うん、まあハイラックス、はい、まあ外国でいくとハイランダーだとか、ああそうですね、そういう風なイメージに近づいてくる、うんうん、はい、これのあの何ていうんですかね、タイヤが大きくなって、はい、まあ、下回りのクリアンスが増えて、はい、スタイレッシュというかですね、うん、はい、ボリューム感が出てるんだけど、うんうん、バランスがいい感じです、ね、そうですね。でも車も本当一回り大きくなったイメージが出ますので、はい、うん、乗っててやっぱり優越感があると思います、うん、そうですね、はいはい、だから姿勢の高さも変わりますからね。そうですね、うん、でちょっとあのこう面感見てもらっていいですか。ね、スラ感、もう ディーラーさんでも全然文句言われないぐらいの入り方ですけど、これはもうギリギリちゃんと入ってるよね、ちゃんと入ってるよねっていう、はい、これぐらいのマッチングを目指していただきたいなと、はい、はい、うん、思います。まあ、あの D5 にしてもね、ラブ4にしても、うん、まあ、車をカスタムする、今オフロード系がやっぱ流行ってるの で、 そうです、ね、ちょっと上げてみたいなと思ったら、あの上げるのが基地だと思います、うんうんうん、で上げていただければ、もうそれに合ったタイヤサイズっていうのが必ずありますから、はい、ショップさんとよくね、あの、うん、相談していただいて、まあ、できるだけ大きいものを入れたい。そうですね。だからじゃあ大きいのを入れたら燃費がねって言われるんだったら、うん、カスタムしない方がいいです。でやっぱりあのね、乗ってお、あの周りの人に見てもらった時に、うん、うわかっこいいって言われるのが、うん、まあ、それがためにお金出してやってることでしょうから、そうですよね、うん、その部分を、ね、満足させないで、うん、カスタマイズしたいんだよねとかいうのはないです、はいはい、ちなみにこれ大きいタイヤ入れて、うん、なんか不具合とかってあったりします？ないですね。全然ないです、はい、あのなんかバックで当たったりインナーが当たるとか、あ、いや全然ないです。なく、はいはい、じゃあもう、安心してですね、うん、さっき言ったように2インチ上げてるっていうのは大きいところですね、はい、うん、だから2インチ上げないとすれば、まあ、2456017とか、はい、そこら辺で落ち着けるはずです、うんうんうん、はい、ただサイズ的にそのタイヤがあるのかないのかっていうのは、はい、ごめんなさい、今回ちょっと確認してないので、うん、でもこれね、はい、もうあのこのスタイルのバランスが非常にいいんで、まあうん、ある意味これを作ってくれると間違いないですよね。ですね、もう真似してください、はい、で、まあ、相談先がなければ、うん、お近くの方は言っていただければ、うんうん、はい、いつでも用意します。はい、はい、分かりました。はい、と、はい、いうことでね、お杉さんの方は一生懸命ラブ4のパーツ作ってますけども、こうやってこうタイヤホイール変わるだけでもやっぱ雰囲気変わるんでいいですね。そうですね、うん、で、来月、8月の7日8日か、はい、鯉の浦、はい、福岡県の福津市の鯉の浦というところで、はい、うん、KOOF 九州オフロ、はい、アウトドアオフロードフェスティバルか、はい、っていうのがあります、はい、そこにあのブースを出しておりますので、はい、このラブ4をはじめ、うん、デリカだとか、うん、ディフェンダーだとかいろんなものを出してますから、うん、あ、これも展示する、はい、あ、でもちろんします。あ、はい、じゃあ実際にその場でね、でその頃うまくいけば、ラックルーフラックもお披露目できるんじゃないかなと、はい、今ね、はい、ルーフラックないんで、ないんですね、ね、はい、楽しみに、はい、していただきたいと思いますしね、はい、ラブ4の小田さんな、ぜひあの会場の方に、そうですね、見に来てください、はい、そうですよね、はい、入場料はタダ、うん、入場料はタダです、はい、駐車場代が、1台1000円かかります、1000円ということでね、はい、じゃあもうあのたくさんみんな乗ってね、そうですね、はい、はい、あの入場料タダなんで見に来ていただければと思います、うん、見に来てくださいね、はい、はい、というところで、今日はですね、お杉さんの方に、ラブ4の、まあ、タイヤホイールマッチングですね、そうですね、はい、そこら辺をご紹介いただきました、はい、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。